泣き虫、人間の骨やほり赤色の蛍光菌で構成されている不定形の塊ですオブジェクトは赤い粘液を用いて隔離された人気のない場所に子供を誘い込み捕獲しますその後より大きな人間を自身のテリトリーに引き寄せるために鋭い骨で肉体を痛めつけ子供に鳴き声を上げさせますオブジェクトは悲鳴を調べようと近づいてきた人間の首や頭を狙って攻撃を行い一瞬で命を奪った後、その肉体から骨を取り出して吸収します